ついに私の出番ですね。大丈夫、心配しなくても。ヒロインというのは後から登場するものです。名前はもちろん皆さん知っていると思いますけど、ヘアンナスミレ。そう、あのスミレです。一時プライベートと勉学を優先させるためにショービズ活動をセーブしていましたが、高校に入りついにスクールアイドルとして表舞台に舞い戻ります。夢はもちろんここにとどまらず、全国、いや全宇宙に名をとどろかせるカリスマギャラクシースクールアイドル。あ、動画配信しているのでよかったらフォローしてね。